橋本祐希は、日本の政治家、渋谷区議会議員、元ライブアイドル。ライブアイドル時代は桜雪の名前で、アリスプロジェクトに所属し、アイドルユニット、アリス10番などで活動した。三重県出身。東京学芸大学附属高等学校、東京大学文学部卒業。東京学芸大学附属高等学校、入学直後の2008年に、 NHK 東京児童が商談、入団、2010年、アリスプロジェクトに所属。2012年10月、スチームガールズの結成メンバーとなる。2014年4月、上位ユニットのアリス10番に加入した。2012年東京大学文科3類に合格し、2016年3月同、大学文学部を卒業。大学卒業後も、アイドル一筋で、 就活はしないとしており、2015年の日本の景気について、アベノミクスはトリクルダウン効果で大企業優遇である。それが中小企業に回るかは疑問であるが、支持すると述べている。2016年10月、政治塾、希望の塾に第一期生として入塾した。2018年12月22日に開催された仮面女子のライブにおいて、 2019年3月末日で仮面上司を脱退することを表明した。脱退以降は橋本幸名義で政治家を目指すと表明。2019年4月21日投開票第19回統一地方選挙後半戦の渋谷区議会議員選挙に乙北春が設立した新しい党の公認を受けて立候補し初当選5月1日より区議としての 任期が始まった。その後、同月12日をもって所属していたアリスプロジェクトとの契約を終了したことを報告した。新しい党では2019年7月の第25回参議院議員通常選挙で党代表のおときたが日本維新の開港人で立候補し当選。その後も新しい党は維新と共同補調を取ったため橋本は 維新との共闘路線に対し懸念を表明し、2020年3月に党代表選挙に立候補したが音北に敗れた。同年7月23日、価値観や政治姿勢が合わない中で足並みを揃えて、活動していくことが難しくなったとして新しい党を離党したことを報告した。レギュラー準レギュラーアリス10番スチームガールズ。ありがとうございます。